お待たせいたしました。今日も JR 西日本をご利用いただきましてありがとうございます。特急黒潮14号の新大阪行きでございます。この電車の運転手は JR 西日本の前川が運転いたします。車掌は JR 西日本の西と東山がご案内いたします。途中何かのご用がございましたらお気軽にお申し付けください。これから先、止まります駅と主な駅の到着時刻をご案内いたします。駅伊勝浦、串本、白浜には1時44分。駅伊田辺、御坊、和歌山には2時58分。天王寺には3時42分。終着駅新大阪には4時3分の到着でございます。列車は急遽をつないでおります。9号車から4号車が指定席車です。うち4号車はグリーンの指定でございます。3号車から1号車、後ろの3両が自由席車でございます。禁煙車がございます。9号車と1号車が禁煙車でございます。4号車の一部1番から4番が禁煙席でございます。トイレ、洗面所は9号車、7号車、5号車、4号車、2号車と1号車にあります。車内では各車両のデッキにあります。車内販売は終点新大阪まで営業いたします。車内販売をご利用ください。お待たせいたしました。次は駅伊勝浦でございます。駅伊勝浦の次は串本でございます。ご利用くださいましてありがとうございます。特急黒潮16号、天王寺行きです。運転士は浜松です。車掌は JR 西日本の田中の堤がご案内いたします。ご用意の方はお知らせください。途中止まります駅と到着時刻をご案内いたします。
みなべ14時24分、午後には14時47分、岩佐14時59分、美濃島には15時8分、海南15時19分、和歌山には15時28分、終点の天王寺には16時10分の到着です。電車急両つないでおります。前より4号車から9号車までは座席指定です。グリーン車は4号車です。自由席は後ろより3両です。1号車、2号車、3号車が自由席車です。1号車と9号車は禁煙車です。4号車の1番の席から4番の席も禁煙席とさせていただいております。ご協力ください。くず物入れは車のデッキに用意しております。食堂車は繋いでおりません。車内販売をご利用ください。お待たせいたしました。次は木田鍋です。木田鍋25号の天王寺です。次は大鳥に止まります。17時ちょうどの到着です。大鳥を出ますと天王寺に止まります。1号車から3号車まで後ろ3両自由席車でございます。4号車から6号車まで座席指定車でございます。禁煙車でございます。後ろより1号車と前より6号車です。ご協力お願いいたします。車内に参ります。なお新幹線重積特急券もこの車内で発売いたします。ご希望の方ございましたら車掌までお申し出いただきます。ありがとうございます。次は大鳥に止まります。ご注意願います。大鳥を出ますと終点天王寺に止まります。
まもなく天王寺に到着でございます。ホーム左側、一番乗り場の到着でございます。乗り換えのご案内いたします。環状線内回り、鶴橋、京橋、大阪方面を越えながら、11番、12番乗り換え、外回り、弁天町、西九条方面を越えながら、14番乗り換え、東海道線、内山線、山陽線、東海道新幹線ご利用の方、環状線ご利用の方、大阪でもう一度お乗り換えになります。内回り、外回りともおよそ19分で大阪に参ります。大和路線の王子から法隆寺、沼津小泉、郡山、奈良方面。快速奈良行きは15番乗り場で17時20分です。各駅停車の王子行き16番乗り場で17時21分です。今宮港町方面を越えから17番18番乗り場で、伊達線ご利用の方、中央改札を寄せられまして、伊豆水線は左の方へ、国町線は右の方へ進むようになります。なお、伊豆水線は東と出口を来るようになられても連絡口がございます。JR 西日本ご利用いただきましてありがとうございます。山田のご利用を心から